はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、はい、こちらなんですけれども、はい、こんな形で届きました。まあね、表にはね、住所が書かれたシールが貼ってあったんで剥がしましたが、まあ、こんな感じの、はい、阿川シールショップ様、はい、ということでね、この阿川のシールっていうのがどういうものかっていうのをね、まず伝えしたいんですが、サイトを見ていただきたいと思います。こちらですね、こんな感じで、はい、阿川ってあります。で、インフォメーションが、はい、いろいろ書かれてて、で、ここにラインナップがあるんですけれども、これ全部シールですね。はい、まあ、ビックリマン風のおまけシール的な、いろいろなラインナップがあるんですよね。うん、で、最近だと、こちらですね。はい、こちらのペロピッキャオ。トリビュートシールアルバムっていうのがね、これから発売されます。今ね、品切れ中ってなってますけど、これは品切れっていうわけではなく、1月28日の21時から発売ということでね、この期間に発売が開始されるっていうことですね。はい。で、こちらのシールにあたっては、というかね、まあ、ここのサイトのシール全部に言えることなんですが、まあ、一応ね、この注意点を必ず読んで購入していただきたいと思いますね。一人一点までって書いてあったら、まあそういうことなんですよ。理解されずに購入されたりして、結構トラブルとか起きちゃうみたいなので、必ずね、こういう注意点は皆さん読みましょう。っていうことで、このシールがね、結構何枚か入ったセットみたいです。はい。で、バージョン違い。赤版青版っていうのがあるみたいですね。はい、こちら私買う予定です。買えればですけれど、はい、結構この阿川さんのねシールはね人気で、すぐ売り切れちゃうみたいなんでね、はい、でその他にもいろいろこうやってラインナップがありますね。うん、まあここら辺ももうほぼほぼ完売しちゃったりしてるんですけれどもね、はい、という阿川さんのサイトです。一応ねこちら概要欄にリンク先貼っておきますんでね、気になりましたらそこから飛んでね、じっくりとサイト内容を見ていただければなと思います。今回はそのサイトで購入したものですね、これを今回は開封していきたいと思います。では早速いきます。ペリペリとね、どういう感じで入って、あ、これは、あ、こういう感じの箱型なんだね。こっからパコってね、取れるやつ。あー、なるほど。おーおーおー、はー、すごいね。あー、ちゃんとしてるね。いや、ちゃんとしてるねって失礼だけどね、言い方はね。いや、すごい。なんかシールだけ入ってんのかと思ったら、なんだこれは。はい、こちら、ときめきを届けたい阿川で、キャラクターですね。かわいいキャラクターの絵がプリントされてます。で、その下他には見てください、この豪華絢爛なこのシール、これねめちゃくちゃでかいんですよね。別の動画でもね紹介してます、スフィンクスヘラクライスト、あれより大きいですね。うん、あれより全然大きいかな。ちょっとしたミニ色紙ぐらいの大きさありますね。うん、でこれね、なんと、はい、こちらに、はい、48ミリサイズのものも入ってます。いや、これがね、めっちゃかっこよくて、金の箱押しが入ってるんですよね。で、エンボス加工になってんのかな、まあ、とにかくめっちゃこだわりが入ってる、かっこいいシールです。これはね、もう一目惚れでしたね。たまたま購入することができたんでね、はい、購入しましたが、はい。でもこれね、イラスト的にもめっちゃ好きですね。いや、かっこいいな、このシール。黒に金の箱押しってめっちゃ好きですね。ほんと、私。まあ、ここが顔ですよね。うん、顔。いや、すげえかっこいい。思った以上だな。やべえ、これ。で、裏書きもね、ちゃんとあるんですよね。うん、これはね、異仏教伝っていうんですかね、
はい、これのシリーズのやつです。さっきのサイトを見てもらいますと、ここにね、一仏教伝っていうのがあるんで、これをクリックすると、はい、こんな感じで出てきます。はい、そのうちのこれです。私が購入したのは、まあ、2000円なんでね、まあ、今のねこのシールのサイズと48ミリのサイズ、この2枚が入って2000円と考えればね、うん、全然出してもいいレベルですよね。まあ、他にもねこういう感じのやつもありますね。ただこちらは、あ、こちらもまだ買えるのかな、うん、こういうのも豪華絢爛ですよね、うん、こんな感じの、はい、シール、こちらをね購入させていただきました。まあ、一応ねこれなんて書いてあるのかちょっとね、私おバカさんなんでちょっと読めないんですけれどもね、まあ、皆さん分かる方は読んでるかと思いますが、これは何でしょう。ホニダニグホダグミョウでいいんですかね。ホダグミョウ、合ってんのが全然わかりませんが、はい、のシールですね、はい、こちらとこれ中に入ってたんですが、こちらは多分おまけですね。キャンディーハードポップ、はい、こちらは裏書きがないんでね、まあ、おそらく特典でくれたんだと思います。はい、うん、いいね、これもイラストがいいな。これもシールですね、うん、まあ、裏書きはないです、はい、いや、これを負けてくれるってすごいな。で、そのもう一つがこの中に入ってますね、はい、これですね。ソロモンの逆襲でいいのかな。サルモンじゃないよね、ソロモンかな、サルモン、うん、こちらをね購入したんですが、これはね、あの3つ購入したんですよね。はい、こんな感じでね、バラ売りで3つ購入しました。はい、こんな感じで封筒みたいに入ってるんですね、うん、で、やはりこれはポストカード的なものですかね、うん、でこれはねこちらのシールですね。チョコボール第2弾、おまけ風シール全13種、400円ということでね、全13種あるんですけれども、私は3つ購入しました。どういうシールが入ってるのかっていうのはね、うん、すごい楽しみで購入させていただきました。はい、まあ、レアとかね、ノーマルとかあるんですけれども、いや、もちろんレア狙いでね、引きたいと思いますが、これはね、現在もまだ販売中なのでね、ご興味がありましたらご購入いただけたらと思います。はい、ちなみにね、こちらはチョコボールっていうタイトルが入ってますが、チョコボールはつきませんと、はい、これはね、ご承知の上でご購入してください。で、シールは完全ランダムということですね。購入制限は多めに設定してあります。気にせずご購入くださいということなのでね、まあ、在庫はちゃんとあるみたいですね。はい、ということでね、まあ、早速こちら開封していきますが、まあ、この封筒もね、結構こだわりがありますね。うん、まがまがしい感じのイラストが入ってますが、いや、この封筒自体も捨てたくない感じですね。はい、では早速1枚目いきたいと思います。あんま汚く剥がしたくない。はい、あ、もうすでにシールが見えてる。1枚目がこちら。これはなんだバエルかな、バエル、英語でバエルって書いてあるのかな。金ですね、金のエンボスみたいな感じですね。わ、裏もすげえな。ナンバー16で、なんか数字が入ってますね。これは何だろう。
なんかそういうバトルができんのかな。バイルでいいのかな。うん、なんかそんなような悪魔がいたような。バエル、これはノーマルですね。はい、ノーマル。まず、まず1枚目なんでね。はい、2枚目いきましょう。はい、でもちょっと待ってよ、こっちから開けるとちょっとちらっと見えちゃうんだよな。うん、ちょっと楽しみが減るんで、ちょっとこういう風に開けましょう。裏面から見よう。うん、表面がね、どんな感じかっていうのは散らしたいんでね。はい、では2枚目こちら。お、これはあった。マラックス17番。はい、ドン。ああ、なるほど、ノーマルですね。うん、ノーマルだな。でもすごいな、イラストがね、めちゃくちゃなんかすっごいリアル、うん、リアルテイストのイラストなんだね、このシリーズは。うん、すごいな。はい、続いてがラスト3枚目。こっちか。はい、いきます。3枚目こちら、ババン。ん？アムダシアスでいいのかな。あ、これはさっきの2枚と確実に違いますね。アルミかな。すっげえ綺麗な銀色。いや、すげえな、かっこいいな。これユニコーンかな。ユニコーンにまがまがしい何かがひっついてる。で、ラッパ持ってんな。あ、すげえなこれ。うわ、イラストがすっげえ秀逸。すげえ、これは何だろう。はい、こちらもね、材質が違うだけでノーマルでした。いや、ノーマルか。まあでもイラストがかっけえなこれ。はい、ということでね、今回のサロモンだね、多分ね。ソロモンじゃないね、サロモンの逆襲、こちら3枚開封させていただきました。こんな感じですね。いや、レア欲しいな。こうなるとレアがすげえ欲しくなる。ちょっと追加で購入しよう。はい、ということでね、今回の動画は以上になります。この機会にぜひチャンネル登録をしていない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では皆さんもね、ぜひ阿川さんのサイトへ飛んでシールを購入してみてはいかがでしょうか。ご視聴どうもありがとうございました。